こどんとこいとおとアシスタントのくーちゃんです。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。今日は12月21日日曜日です。はい、とうとうクリスマス終わってしまいましたね。クリスマスイルミネーションもいよいよ終わりですけども、はい、僕の家はクリスマスイルミネーションお正月までつけますよ。三が日1月3日までつけます。はい、近所の方々がぜひお正月もつけてもらいたいなというリクエストがございましたので、3日までつけることにしました。3日までつけるのにメリークリスマスって言ってちゃちょっとかっこ悪いので、メリークリスマスのイルミネーションだけ切って、そこにハッピーニューイヤーのイルミネーションをつけたいと思ったんですけど、なかなか売ってないんです、ハッピーニューイヤーのイルミネーションが。はい、それで作りましたよ、娘たちと一緒に。はい、もうだいぶ 2,3 年前に作ったもんなんで、だいぶボロボロになって、はい、だいぶ傷がついてますけども、はい、こちら作りました。このベニヤ板に、わかるでしょうか、このベニヤ板にこうハッピーニューイヤーとこのドリルで穴を開けて、そしてそこにこのストレートイルミネーション球を差し込んで、そしてここですね、はい、グルーガン、グルースティックでこう止めてありますよ。映ってますでしょうか。こちらなかなか手間がかかりました。本当に大変でしたけども、頑張って作りましたよ。そしてこのベニヤに反射するようにアルミホイルを貼り付けたということですね。だいぶこれが削れてしまったんですけど、夜はそんな目立たず綺麗に光ってくれるんです。はい、これの今から点灯試験やってみようと思いますよ。くーちゃん綺麗につくかな。うん、大丈夫だよ、今年もつくよ。そうだね、だってつける時間ってだいたいこのクリスマスが終わってから1週間ぐらいしかつけないもんね。うんうん、よし、じゃあちょっと点灯試験してみましょう。よいしょ、さあうまくつくでしょうか。おっ、来た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 、あー、つきましたね。よかったです、今年も1球も切れてません。あー、一安心です。これで夜になると結構綺麗に光るんで、こちらを飾っていこうと思いますよ、ベランダの方に。はい、もう一個あるんです、ベランダ2つあるので。もう一つの方は軽いです、とっても片手で軽々です。なぜならばこれ発泡スチロールですから。もうちょっと木のやつで作るので疲れちゃって、2個目は発泡スチロールでやりましたよ。発泡スチロールにこの保温シートですね、これ銀色してますので、これを貼り付けて、この裏からまた同じように、これもドライバーでブスブス穴開けてそこに差し込んだだけですけども、はい、なかなか単純な作りになってます。はい、先ほどの木で作るやつよりも全然短い時間でできましたよ。はい、こちらはちょっとやはり木で作るやつよりもよく見てください。もう出っ張ったり、なかなかこう出なかったり、微妙な作りです。これ潜っていたり。まあとりあえずでもまあまあハッピーニューイヤーに見えますので、これはこれでいいと思いますけども、こちらもちゃんと光るかな、くーちゃん。うん、大丈夫だよ。ちょっとボコボコ出ちゃってるけど、この辺ちょっと直しといて。うん、
おありがとうありがとうくーちゃん。あ上手上手。おいいね。くーちゃんが上手に直してくれましたよ。ちょっと出過ぎのところ。おうおう。こうかな。うんいいねいいね。はいはいありがとうねくーちゃん。よし。じゃあ上手に点灯するでしょうか。よいしょと。ピシッと。お、よしよしよし。ああよかったです。綺麗に今年も点灯しそうですね。はい。こちらいかがでしょうか。はい。今から正月の三が日まで。これをベランダに点灯していきたいと思いますよ。でこちら後ろはほら使えてないやつがいっぱい、外に出してないものがいっぱい余ってますけれども、後ろは全然映らないので大丈夫です。よしじゃあ今日はこれを取り付けていく動画、まあ、単純な作業動画ですけども、最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。綺麗に2つともつけることができましたよ。夜が楽しみだねくーちゃん。はいではではまた夜動画撮影の方しようと思いますよ。ではではまた後ほど。くーちゃん綺麗に光ったね。うん、すごいすごいね。ハッピーニューイヤーだね。さあ今年もそろそろ終わるね。
っち側はどうかな、なんか光ってるかな、うん、こっちこっち、おいでおいで、うんうん、あ、いい感じだね。ボースチロールのハッピーイヤーにしてはなかなか綺麗に上手にできてるよね。うん、そうだね、綺麗にできてるね。綺麗に光ってます。なかなかいいね。もうトナカイとサンタさんちょっと外すのが大変だから、正月まで、はい、サンタさんはここで居残りだね。うん、そうだね、もうちょっと頑張ってね、サンタさん。もう4日から取り外していこうと思いますよ。はい、では今日も綺麗に光ってます。ですね、はい、さあ皆さん見納めですよ、しっかりご覧ください。いいですね、はい、こう中に入っていくと、はい、綺麗についてます、です。はい、バラからのイルミネーション、いいですね、ピヌイヤーです、きれいきれい、なかなか手作りにしてはうまく作ってあると思いませんか。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。手作りハッピーニューイヤー、綺麗に光りましたね。はい、これでまた新しい年が迎えられますよ。はい、お正月の三が日まで点灯予定ですので、お近くの方はぜひぜひいらしてくださいね。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。父さん、やっぱりこの家何かいるよ。そりゃすごい、父さんお化け屋敷に住むのが夢だったんだ。はい、これが分かった方は相当のジブリ好き。